皆さんのちは。ということで、えー、本日もね、やっていきたいと思いますけども、えー、まあ、試合内容に行く前にですね、えー、ちょっと、まあ、残念なニュースですね。あの、キハがですね、えー、人体損傷ということで、まあ、セカンドオピニオンを受けるという予定になったと。で、まあね、IL に、まあ入って MRI ということでね、えー、見てみたわけですけども、まあ、人体損傷っていうところを示したと、その結果がですね、 ただまあ、エンゼルスはまだ手術をね、するかどうかっていうのはまあ、決めていなくて、セカンドオピニオンということでね。まあ、ね。ちょっとこう、そこまでなん、いってるのかっていう感じですね。まあ、あの、ILA 入って休んで戻ってくるのかなって思ってたんですけどもね。いや、まあ、結構ね、ちょっと彼にとっては残念なところではあると思うんですけどもね。でまあ、その最初の評価でですね、人体にいくらかの損傷が見られて、 まあ、手術がね、必要かどうかっていうのを判断するためにセカンドオピニオンを受けるわけですけども、まあ、えー、トミジョンをやった場合は12ヶ月から、まあ、18ヶ月っていうところになるわけですからね。いや、まあ、あのー、エンゼルスにとっては、まあ、残念なニュースということになりまして。で、ウォーレンもですね、まあ、あのー、ウォーレンの方は、まあ、そんなにこう、正式なね、断はまだ出てないんですけども、まあ、そんなにこう、まあ、トミジョンがどうのっていう話ではなくて、 まあ4から6週間、まあ、シャットダウンっていう感じで、まあ、どうにかなるだろうってことですよね。なのでまあ、この前のその、最後の登板ですね、休息が全然出ていないっていうところで、まあ、痛みはなかったんでしょうけど、まあ、なんかおかしかったんでしょうね、もうその時にね。だからまあ、明らかにおかしいなとは思ったんですけどもね、その日はまあ、全然痛みとかなくて、次の日起きたら痛みがっていうことだったんでね。 まあでもその状況の中ではまあ絶対どうにかなったのかなと思いますけどもね。速度が出てなかったんでね。まあでもそればっかりはこう痛くないんでね。まあ不思議せ業がなかったと思いますし、まあ残念ではあると思うんですけどもね。まあトミになってしまった場合はえかなりえ離脱となりますので、まあ残念ですけどもね。ただえしょうがないことではあるので、まあまた手術して戻ってくるっていうことにはなるとは思いますけどもね。 まあちょっと残念なニュースという感じにはなっております。えー、続いて試合情報ですけども、えー、今日は5対1で勝利したというまあ試合になりました。えー、今日からカージナルス戦の3連戦ということで、翔、えー、平はでも今日はお休みということになりましてね。まあ、ヌートバーと再会したということで、まあ、ちょっとお話ししたという話ですし、まあ、なんか食事に誘ったのかなヌートバーが。でもまあ寝てるよって言われたということでね。 ま、そんな感じの情報も出ておりますけども、まあ、とりあえず今日は翔平を休み、明日登板ということになりますね。そして初回ですね、え、ピッチャーがマッツということで、え、ネットがうまく打ちましたけども、ファーストライナー。でトラウトがフォアボールで出塁。え、レンフロがセンターへのヒットで1、3塁と。まあ、トラウトまたね、いい走塁がありまして、え、レンドンのライトへのヒットで1対0と。エンゼルスが先制。で、ワンアウト1、2塁と。 で、まあ、この本ね、えー、まあ、レンドンのあたりも、まあ、ちょっとね、あのー、ポテン気味というかね、そんな感じだったんですけども、まあ、ちょっとレンフローも走塁もね、二塁ギリギリだったのでね、まあ、もうちょっと、こう、ハーフへ行って、まあ、捉えても戻れると思うんでね、まあ、ヌトバは肩がいいって言っても、まあ、それなりのとこまで出ても戻れるとは思うので、 もちろんあの辺やんないと逆に刺されてたなって感じの走塁ではあったんですけどもね。まあでも一応セーフだったのでまあ良かったと。で、ドゥルーリーは三振で、ツアート一二塁というところで、えー、ウォードがですね、スリーランホームランで4対0と。まあこれが非常に大きかったと。で、アシュラはショートゴロっていうところだったんですけども、初回4点を、えー、まあ大きな4点を先制という形になりました。で、一回裏ピッチャーがサンドバル。 エドマンを三振。ゴルシュミをセカンドゴロ。コントレラスをサードゴロと。三、えー、人で抑えまして。二、えー、回もてヒホショートゴロ。オラックがセンターへのヒット。ネットがショートゴロもですね。えー、ディヨングが裁けずヒットになりまして。ワンアウト一二塁と。ただまあ、トラウトサードゴロ、フースアウト。ツア,ツアウト一二塁。で、あれなのでね。まあ、これナイスプレーで。ま一、あ、塁はこう、セーフでしたけどもね。ナイスプレーと。 レレンフローがセンターライナーで、まあ、回終了。で、2回裏、アレナードが、えー、フォアボールで先頭をね、出してしまいますけども、えー、カールソンショートフライ。オニールを三振。デヨングをピッチャーゴロと。まあ、先頭出しましたが、抑えると。そして3回表、レンドンセカンドゴロ。で、まあ、これ、エドマンナイスプレート。で、ドゥルーリーがレフトへのヒット。ウォードが三振。アーシラがライトライナー。で、3回裏、キズナ三振。 ヌートバーセンターフライ、エドマンがサードゴロ。4回表ヒホが三振、オラックがショートゴロ、ネットがセンターフライ。4回裏ゴルシュミショートゴロ、コントレアス三振、アレナードレフトフライ。5回表トラウトが三振、レンフローがセンターライナー、ドゥルーリーがセカンドフライ。5回裏カルソンレフトフライ。でオニールがセンターへのヒットで、これが初ヒットかな、今日ね。 カージナルス初ヒットだと思うんですけども、えー、初ヒット出まして、デヨング、まあ、誰もいないセカンドでね、えー、ちまして、まあ、ライト前ヒットということと、プラスエラーで、まあ、ランナーが2、3塁と。ただま、これね、あのー、ボールが反れたんですけどもね、サードへの送球がね、ライトから。ただ、オニール、また走らないということで。彼でしたっけね、なんか、走塁の何かで、まあ、監督とちょっとこう言われて、 まあ、揉めたというか、まあ、その、なんてうんでしょうね。怠慢な走塁というかね。その辺でちょっとなんか問題があったみたいな、確か、オニールじゃなかったかなと思ったんですけどもね。まあ、今回も、まあ、結果ね、点には入ってきたんで、彼らが帰ってきたんで、まあ、良かったのかもしれないけど、あれ、逸れてるので、普通に走ってれば、多分ね、えー、あの時点で入れたと思うんですよねで。またなんか言われてんじゃないかなと思いますけどもね。で、キズナがショートゴロで、ランナーが帰りまして、えー、4対1と。 で、ワイドピッチでランナーが三塁。ステヌートバーがフォアボール。レードマンがピッチャーゴールということになります。えー、そして6回ですね、ピッチャーがバーヘーゲンということで、えー、ピッチャーチェンジとマッツからチェンジになりまして、ウォードがライトフライ。アシェラライトフライ。で、ヒホがフォアボールで、えー、ダイソーがフィリップスと。そして、ウォラックがセンターへのヒット。そあと1、2塁となりまして、えー、ネットのレフトへのヒットで5対1と。 え、ま、貴重な追加点がここで入りましたと。で、トラウトはショートゴロ。そして、6回裏で,ですね、ゴルシュミにレフトへ、ライトへのツーベースを打たれて、その次のコントレアスに、えー、ま、フォアボールを出してしまって、ここでピッチャーがデベンスキーと。で、まあ、ここをね、えー、ランナー貯めてデベンスキー出てきましたけども、アレナードのショートゴロ、ダブルプレイ。えー、ネットがま、バッカのトスみたいな感じでね、いいプレイをしまして、えー、ツアウト3塁と。 えー、カールソンがセンターフライで、えー、ノーアウト一二塁だったのがですね、まあ、この回零点で抑えられたということになりました。で、7回表、ピッチャーがストラットン。えー、レンフロがサードゴロ。で、レンドンがライトフライ。ドゥルーリーが三振。で、7回裏、オニールセンターフライ。デオングショートゴロ。キズナがサードゴロ。で、8回表、ウォードサードゴロ。アーシャラライトフライ。フィリップスが三振。で、8回裏、ピッチャーがムーアと。 で、ヌートバーが三振。え、エドマンがセカンドゴロもですね、え、ばけずにヒット。で、ゴルシュミ三振、コントローラス三振と、え、連続でね、まあ中軸のところをまあ三振に取りまして、え、抑えます。で、9回表ピッチャーが、えー、ズニーガ。で、ウォラックが三振。ネットがセンターフライ。トラウトが三振。そして9回裏ピッチャーエステベスト。で、アレナド三振、バーレソン。代ダ打ダバーレソン、ファーストゴロ。 そして、オニールを三振に取りまして、えー、勝利という形になりました。で、まあ、今日サンドバル5イニング、まあ、5イニングって言っても、6回はね、上がったわけですけど、5イニング、3アンダー、1失点、3フォアボール、4脱三振。で、まあ、5回に初ヒットが出るっていうところまで、まあ、無アンダーピッチングだったわけですけども、まあ、そこだけ考えるとですね、えまあ、6回で2ベースとフォアボールで降板っていう感じになりましたけども、 まあその5回までね、五回のその途中までノーヒットだったピッチングっていうのだけ聞くとね、6回で、まあその六回投げきれなかったのかっていうね、うん。まあ感じの内容というかね、そんな感じですよね。でまあフォアボール3つと、まあコントロールが定まらない部分もあったし、でまあさらにね、決めきれない、えー、まあ粘られたりっていうところもあってですね、球数がまあ増えていってしまった、えー、状況ですかね。 で、2回と5回かな球数が、まあ、非常に多くなってしまった。その他は、まあ、15球とか11球とかね、いい感じで投げてた部分もあったんですけども、多分2回と5回だったと思うんですけどもね、球数が多くなってしまってですね。まあ、そこで、こう、まあ、6回の、あの、場面で、ツーベースフォアボールで、まあね、打たれてフォアボール出しても、交代というか、球数もあったので、まあ、そこで交代なんですけどもね。うん。ちょっと、まあ、 求めるものからすると、まあ、6回は投げてほしいし、投げられるような、まあ、内容ではあると思うんですけどもね。ただやっぱり、見た目より球が、かなり使っていたということにはなると思うのでね。その辺はちょっと残念かなとは思いますね。で、まあ、涼しくて乾燥している中での、ま、投球だったということでね。まあ、本人の話ですけども、まあ、やっぱ、コントロールが難しくて、まあ、タフだったということですね。 で、かなりフラストレーションが溜まったと、えー、サンドバルは言ってたらしいんですけどもね。まあでもその中で、まあチェンジアップがいいところに決まったりとかね、まあいい球があったので、まあ5回1失点でね、まあ収まったのかなと思いますね。だからまあ悪い中で、えー、自分がこうコントロールがちょっとね、つかない中でも、えー、その枝に我慢して投げることができたっていうところで、まあ、えー、今回のね、ピッチングにはなったのかなと思うんですけどもね。 ただまあ、こちらがこう、求めているものからすると、もうちょっと行ってほしかったと。そして行けるような、まあ、そのね、5回途中までは、無安打ピッチングしてたわけですから、行けるような、まあ内容というかね、まあ外から見るとですね、そんな感じで、回あ,あったんで、まあやはり6回は行け、行ってほしかったなっていうところはありますよね、という、まあ今日のサンドバルに対しての感想かなというふうには個人的には思いますね。 で、まあ、6回ね、ランナー貯めて、まあ、デベンスキー引き継いだわけですけども、無失点ということで、まあ、そこを抑えたのは大きかったよね、と。まあ、大体あの場面で点を取られて、まあ、あの、ね、詰め売られてとかっていうことになるわけですけどもね。うん。まあ、その6回で、こうね、自分たちが点取ったその裏ですしね。でまあ、取られた後、すぐ点1点まあ、た取り返してね、点差を同じにまた戻して、 で、その裏にまた取られてあれなんで、まあ、あそこはノーアウト1、2塁でしたっけね。まあ、それをこう、そのまま締めてくれたっていう、まあ、ゲッツーが大きかったわけですけどもね。まあ、えー、非常にいい働きをしてくれたなと。で、まあ、7回もね、行って、えー、デベンスキはチェンジアップ良かったのかな、今日ね。まあ、そんな感じしますけどもね。まあ、非常に素晴らしいピッチングでしたね。で、8回ですね、ムーアも、まあ、 相手は変化球を、まあ、チェンジアップとかね、ああいうのを待ってたのかなと思いますけども、ヌートバーはね、チェンジアップで確か最後三振だった気がするんですけども、えー、その他はですね、えー、まあ、二人、最後こう、まあ、チェンジアップとかも投げてるんですけども、合間合間でね、ただ最後、フ、え、ォー4シーム続けて、まあ、三振を取ってるっていうかね、空振り三振を取ってるような感じと、あとまあ、見逃しでしたっけね。 まあ、どちらにしろ、まあ、フォーシームで行って三振ということなんで、まあ、相手が思ってないというか、まあ、頭にはもちろんあるんでしょうけども、えー、強い方じゃないというかね、うん。パーセンテージとして張ってる方じゃない、まあ、フォーシームを投げて、まあ、フォーシームそんなに速いわけじゃないけどもね、でも空振りが取れてるというわけなんで、まあ、チェンジとかね、その、カーブとか。 そっち系を待ってたのかなと。まあ、チェンジアップかなうん、を待ってたのかななんて思いましたけどもね。まあ、でもそういう配球も生きてるし、まあ、やっぱり相手がね、えー、待ってない方を投げるっていうのは、まあ、ま一番打ち取りやすいことは打ち取りやすいと思うので、まあ、カウントとか、えー、まあそもそも変化を待ってるとかね、まっすぐを待ってるバッターとかっていうのはいると思うんですけども、まあ、それをこう、まあ、データでね、やって、 え、まあ、打ち取れる確率が高い方とかを投げるわけでして、まあ、それが今日、そのね、えー、あんだけストレートで空振り取れてるっていうのは、まあ、そういうことなのかな、なんていうには思って見てましたけどもね。で、まあ、エ、えー、ステベスはエステベスだったっていう感じでもう、え、勝ったという感じですけどもね。まあ、エステベスはもうなんか、とりあえず固定でいいよねと。まあ、ムーはエステベスはとりあえず、固定でいいよねっていう感じの、まあ、ピッチングができてるのでね。まあ、ボギュエステベスなんかは、 まあ1点台か、まあ2点台、うん、3点いかないぐらいで、まあやってくれればね、えー、クローザーとしてはいいんじゃないかなと。まあもちろん1点台でずっといってくれたらいいですけどもね。まあそれもなかなか難しい問題だと思うんですけど、まあクローザーで3点台とかっていうのはまあ別にいますけどもね。ただまあ1点台2点台ぐらいで収まって、まあシーズン終わってくれたらそれはそれでいいなっていう感じはしますけどもね。うん。だからこれを、まあ、ずっと維持できるかっていうのはわかんないし、 まあ、打たれちゃうときもあると思うしね。調子が悪いときもあると思うんですけども。ただまあ、現状はいいと。なので、えー、まあ、2点台前半まあ、2点台半ばまでぐらいで、えー、クローザーとして回ってくれればいいんじゃないかなと。で、ムーはまあね、えー、この1回とか、あとは2イニング行ったりとかっていうのはありますので、まあ、その辺もね、えー、うまく状況に応じて、えー、行ってくれたらいいのかななんて思いますけど、まあ、この2人はとりあえず、まあ、 新しく取ってきたっていう選手で活躍してくれてるのでね。まあいいんじゃないかなと思いますね。まあ打つ方としては初回のね、5月頑張ってもらいたい選手、幼名に入っていたウォードさんがですね、打ってくれましたということで。まああのホームラン大きかったですよね、実際ね。あれがまあなかったら、今日の試合としてはまあどうかわかんなかったし、まあサウトだったしね。 いつもあれで、まあ1点は取ったけど追加できなかったみたいなことになるわけですから、まあそれを、えー、1点だったのが4点になったんでね、まあ、非常に大きなホームランだったかなというふうには思いますよね。で、まあその後追加でね、なかなか取れなくて、まあ本当にだからあの初回だけだったんでしたけど、初回のね、えー、点だけだったんですけども、えー、まあ、つ、え、な、ー、いでねとかね、打って、で1点取れてね、まあそこも大きかったのかなと思いますので、 まあ今日はもうちょいね、やっぱり追加はしたかったでしょうけどもね、初回に4点を取って、まあほぼほぼそれで終わった感じなので、ただまあ、えそれで勝ち切れたっていうのはまあ良かったかなと思いますけども、まあ打つ方としてはもうちょい打ちたかったなっていうのはあると思うんですけどもね、まあそういう日もあるんで、今日はもうピッチャーがね、あの、しっかりリリーフ陣がえ抑えてくれたし、 まあ、サンダバルも悪いなりに、えー、とりあえず5回は投げた。まあ、6回のね、まあ、そのの仕方的にはまあ、よろしかなかったんですけども、まあ、そこもデベンスキーがカバーしてくれたっていう感じでね、まあ、今日はその辺がちゃんと、こう、融合したというか、えー、支え合ったというかね、しっかりと、まあ、えー、やった結果かなと思いますのでね、えー、よろしかったんじゃないかなということですね。 でまあ、デベンスキーも、こうね、えー、上がってきて、まあ、使われてまして、どの程度この後、えー、いけるかっていうのを、まあ、えー、見たいのかなとも思いますしね。うん。まあ、後で話しますけども、今日もロースタームーブなんかもあったのでね、まあ、その辺も関連してね、デベンスキーもまあ、えー、まだちょっとチャンスはあるのかななんて思いますのでね。まあ、ぜひ、このままね、昨日言った通り、こういうところが活躍していってくれないと、まあ、ブルペンの構築としては厳しいということなんでね。うん。まあ、それはまあ、でも、 あの、開幕前からの話だと思うんですけどもね、ブルーペンの構築のそのバランスというのはね。まあでも出てきて、えー、活躍してくれるのはそれはそれでいいし、まあもともとはいいピッチャーだったわけですから、えー、まあ怪我なんかは多分したんだ、足がね、したんだと思うんですけどもね。まあそれで復活していけたらいいのかなと思いますのでね。まあ、今後の彼にも期待したいという感じですね。えー、そしてですね、まあロスタムーブですけども、今日 IL からテピラが復帰ということで、 え、まあ、怪我する前のですね、え、状況としては、まあ、スライダーがよろしくなくてですね、まあ、そこの修正に取り組んだということで、まあ、あの、前の昔の投球映像を見て、で、まあ、え、苦しんだ部分をこう、修正してきたと、メカニックの部分とかをね、修正してきたということで、まあ、今はですね、いろいろと調べて、え、しっかりと集中してやって、で、まあ、調整を行ったので、本当にまあ、いい状態にはなっているということなんですよね。 ただまあやってみなきゃわかんないのでね。まあそういう状況ではあると、本人は言っていると。で、またですね、あの、彼のスポットをまあ作るためにですね、ウェンツがオプションで、下に落ちたということになって、まあ今回もですね、シルセスかウェンツしか、オプションで落とせるところがいなくてですね、まあまたウェンツになったと。で、防月が0.79のウェンツがオプションで落ちましたということは書かれております。で、まあ現状ですね、あの、キハが、 えー、まあ、多分、今期ダメだろうってことと、あと、ウォーレンもね、長期間、えー、使えないかもしれないということなので、まあ、エンゼルスとしてはこれ以上ですね、あのー、まあ、層の厚さっていうところを失うわけにはいかないので、まあ、誰かを DFA するとかっていうよりかは、えー、まあ、オプションがある中でどっちかを選択したということですね。じゃまあ、ディベンスキーとかもね、えー、さよならになっちゃうわけです。あのー、まあ、DFA ってことになるとね、なので、 ま、それは、ちょっと、やめておきたいということで、えー、ま、結局、ウェンツかシルセどっちにしようかな、で、ウェンツっていうことになったということですね。で、ま、ウェンツもですね、あのー、ボギュツはね、いいんですけども、えー、12人、まあ、あのー、先発が残したランナーをですね、9人、得点を許しているということなので、ま、ボギュツは低いんですけども、まあ、残したランナーはまあまあ返してるよねっていう見方もあると、えー、いうことも書かれておりますね。 シルセスの使いどころとしてはですね、まあ、先発をやってたわけなんですけども、まあ、リリーフをこのところね、まあ、やって、で、まあ、サイニング投げて、一応無失点でね、行っているということで、まあ、あのー、短いね、イニングであれば、もっとスピードが出てくるんじゃないかという、まあ、可能性も考えていて、まあ、エンゼルスのブルペンって、その、スピードがね、結構ある選手ってなかなか、まあ、いないわけですよね。で、まあ、その中で彼、三振も取れると思うので、 えー、まあ、もっとね、重要な部分ですね。レバレッジの高い状況で投球するんではないかと、えー、いうことが書かれております。で、まあ、ネビンちゃんとしてもそれを見てみたいということが書かれておりますので、まあ、えー、このままね、ブルペンで、まあ、いいところ、まあ、重要なところで投げる、まあ、選手として、まあ、置いといたという選択になったのかなと。で、まあ、あのー、ウェンツとしてはちょっとね、その、いろいろと取り組む部分の、下に落ちて調整する部分もあるんじゃないかっていうことでね、 えー、まあ、多分、ウェンツの方が選ばれたのかなと思うんですけどもね。まあ、シルセスも、まあ、ちょっと個人的にね、その、まあ、リリーフでね、ちょっと期待ができるんじゃないかっていう話はしてましたけども、まあ、そういう形には一応なって、で、まあ、この後どうなるかわかりませんけどもね、えー、いいところで投げさせてもらえるかもしれないという、まあ、状況ではあるということですね。えー、そして、ウォルシュとスタッシーについてですけども、えー、まあ、GM ミナシアンですけどもね、ペリーちゃん。 まだね、いつ復帰するっていうタイムテーブルはないということを述べたということなので、まあ、オールシュに関してもまだいつ戻ってこれるかっていうのはちょっと決まってない状況ではあるということですね。まあ、スタッシュはまあ、もともとまだちょっと決まってないような状況で、まあ、オールシュはね、ちょっとあの、いろいろとね、ベンチにいたりとか、まあ、動いたりはしてますので、そろそろ戻ってくるのかな、なんていうふうには思ってましたけど、まあ、もうちょいかかんのかなうん、わかんないけどもね。 まあ、とりあえず予定というところはまだ立っていないということになってます。えー、そしてそのね、あの、ロースタームーブについてですね、まあ、ウェンツが落とされたという、まあ、現実ですけどもね、まあ、それについての、まあ、記事が出ておりまして、まあ、ウェンツはテペラのスペースを確保するために、えー、トリプレイにね、合格されましたと。で、控えめに言っても、この動きはイライラしますということでね、まあ、この記事を書いてる方は、まあ、前回もそうでしたけどもね、 えー、まあ、ウェンツがなぜ落とされなきゃいけないんだということで、まあね、イラついていると。で、まあ、最近のいくつかのコントロールの問題にも関かかわらずですね、ウェンツはおそらく、えー、ムーアとエステベスに次ぐエンゼルスのブルペンで3番目に信頼できる、まあ、リリーフでしたけども、まあ、えー、ロスターのね、枠の問題で2度目の降格となったということですね。で、ウェンツに関してはですね、パフォーマンス上の理由からね、えー、トリプレイに活かされているわけではなくて、 まあ、あの、彼をね、降ろさなければ、別の誰かを、まあ、失う必要があると。まあ、DFA にしなきゃいけなくなるっていうことなのでね。まあ、失う可能性があるわけですね。で、まあ、これはですね、まあ、ちょっと問題だよねっていうところと、まあ、エンゼルスとしては、まあ、これをいつまで繰り返すかっていう、まあ、問題もあるということですよね。で、まあ、ウェンツとしてですね、まあ、今シーズン11.1イニング、4アンダー、4四球、12、12三振、2失点と。 で、自責が1位っていうところで、5月は0.79。で、ウィップが0.706ということでね。まあ、彼は非常に優れており、まあ、過去2年間エンゼルスにとって、本当に堅実なアームでしたと。で、ウェンツのパフォーマンスはですね、えー、まあ、別に悪いわけじゃなくてね、降格されているので、まあ、オプションがあるのがウェンツ。リリーフではウェンツとシルセスっていうところになってですね。あとはまあ、その、カニング。 もいますけども、まあ、その他の選手たち、まあ、先発やってる選手たちを残すのであれば、まあ、シルセスかウェンツしかいなくて、で、まあ、サンドバル・デトマーズはね、えー、落とせないしっていうところなのでね、まあ、シルセスかウェンツのどっちかが、え、落とすしかなかったというところでウェンツになったと、先ほど言った通りそういうことにはなってるわけですよね。で、まあ、エンゼルスが最高のリリーフ選手の一人をね、送り出すのは間違いだと思うと。で、ほとんどのエンゼルスファンはそれに同意すると思いますと書かれております。 で、まあ、このチームが勝ちたいのであれば、可能な限り最高のロースターを用意しなければならず、まあ、もう4月ではないので、まあ、彼らはね、一緒に働いていない一部のプレイヤーとの関係を立たなければならないと。まあ、アロン・ループはこのチームでもう役割をね、持っていないと、えー。木肌が健康な時、彼は3番目の左利きですと。で、彼は過去12日間で3回の出場しかしていないと。 ウェンツのような、えー、彼の地位をね、獲得した人物の上に、なぜ彼がここに留まらなければならないのか、えー、私にはわからないということがね、まあ、書いてあるわけですけども。まあ、あと、えー、シルセスがですね、ウェンツのように、まあ、オプションを持ってるんだけども、なぜ、えー、シルセスが選ばれなかったのかも私にはわからないということでね。まあ、えー、ここがね、えー、まあ、一番大きな問題なんですけども、選手育成のね、えー、部分で、 まあ失敗しているのが、まあエンゼルスをね、殺してしまっていると。で、まあ、結局はですね、ブルペンの構築がね、まあ昨日もその記事が出てましたけども、まあ、ブルペンを構築する上ですね、若いところを連れてきて育てるとか、まあ要は先発を育てるためにそこに置いて育てるとかっていうのがまあできていなくてですね、え、オフシーズンに、 まあエステベスとムーはね、今回獲得しましたけども、えー、まあお金がね、結構高いリリーフっていうところが、まあ4人いちゃうわけですね、エンゼルスって。だから、まあそこがまず、失敗なんですけども、ただ、過去2年間の失敗を補うために、今年また、2人連れてきたみたいなことになってるわけですよね。で、まあ現在のブルペンはですね、2人の、まぁ、自前の選手たちで構築されていると。シルセスとバリア。で、まあデイビッドソンはトレードで来て、オプションがない。 そしてデメンスキーは FA で、まあマイナーのね、FA で、えー、サインされていると。で、まあ、そのデメンスキーはね、最近上がってきて、まあ彼をね、DFA にシャドウを失うってことになるので、まあ彼を選択することはできなかったということでね。まあエンゼルスが自前の選手を育てることができないのはですね、まあモレノが他のオーナーが提供する、えー、リソースを提供してないことに、えー、まあ原因があると。で、このフランチャイズを、えー、破壊し続けていると。 現在ですね、エンゼルスはベンジョイスとか、エリクトーレスのようなね、マイナー選手の、いくつかの優れたピースを持っているんですけども、重要なのはいつ準備ができたかであり、今はその時ではないと。今のところエンゼルスはですね、自分たちの人材を育てることができないため、ウェンツをね、下に送るしかないということですよね。なので、まあ結局、なんて言うんでしょうね、悪循環に陥っているということですね。 要は、えー、今ですね、まあ、オプションがない人がほとんどでね、オプションを選択する人がまあ2人しかいないなんていうチームは、まあ、ないっていうのが書いてありますね。まあ、これは実際どうなのかわかんないんだけど、全チーム調べないとわかりませんけどもね。ただ、普通はオプションが、えー、まあ、1人か2人しかいないチームはないというね、完全に。ということが書いてありまして。 まあ誰も育成できずにですね、オフシーズンごとにまあ FA と契約しなければならない場合は、まあ柔軟性が制限されてしまうということで、まあ、エンゼルスはそれをまあ、ここのところでまあループテペラでやって、お金をかなり使って、それがまあ微妙だったので、まあ今年はそれを補うためにもう2人連れてきて、4人そこで入れちゃってるんですよね。でまあ自前の選手たちもまあ、年を取ってくればね、オプションがなくなっていくので、 まあ、やっぱりその辺も考えて、こう入れ替えられる部分を作っておかなきゃいけなかったんですけども、まあいろいろと失敗が起きているので、まあそういうことにはなって,なってしまっているってことですよね。で、その結果、こう、育成が追いついていかない。まあその枠が使えないので、こう、要はオプションがある人を入れ替える。まあこの人はちょっと調子が悪いってなれば他のね、下から入れ替えて使ってみるとかっていうことが、まあなかなか枠の問題でできづらいので、やりづらいので、 まあそれができないからこそ、え、育たない。そしてまた来年、え、まあ FA で抜けちゃったらそこをまあ FA で取ってきて補う。そしてその枠のね、柔軟性がないのでまた育たないということを繰り返しているということですよね。おそらく。なのでまあ、将来的には良くならない。だから、なんでしょうね。毎年毎年こう、まあ今を生きるっていうところでやっちゃってるってことなのかな。うん。それでまあ育っていかない。まあ先発はある程度育って飽きたと思うんですけどもね。 まあ、リリーフの枠的なところがなさすぎて、まあ、柔軟性がなさすぎて、えー、使ってみたいというところが、まあ、なかなか使ってみれないというのが、まあ、現状なのかなと思いますね。なので、まあ、もう5月に入りましたので、まあ、最終的にですね、エンゼルスとしては、まあ、損失をね、出ますけども、お金を払っているところを DFA にするわけなので、ただ、ウェンツを維持するためにね、まあ、ループのような誰かを DFA する必要があると、まあ、その日が今日だったらいいのにと思いますけども、 ま、もしかしたら近いうちになるかもしれませんと、えー、締めくくられております。だから、ま、正直、そのね、今日テペラを戻すときどうするのかな、とは思いましたけども、まあ、やっぱりその、キハがね、ちょっと無理だ、無理になりそうっていうのとかね、いろいろあるので、なかなかこの、層の厚さっていうところを維持したまま行きたいという、まあ、守りの姿勢で、えー、まあウェンツを落としたって感じですよね。これは決して攻めたっていうことではなくてね、まあ、まだ選択肢を多く残しておこうという、まあ、この前もそうだから、 えー、ウェンツが落ちたんだという話をしましたけども、まだ現状でもその決断には至っていないということですね。うん。まあ、ループ、テペラ、どっちかはまあ、このままの状況だと多分、まあ、切られるとは思うんですけども、ただ、まあ、7億円とかね、えー、それぐらい払ってる中で切るしかなくなってきてるっていう、まあ、現状。そしてまあ、それを自分で連れてきた、まあ、ミーナシアン、ペリーちゃんがどうね、思ってどう行動に取るのかっていう、まあ、ところなんですけどもね。 まあでも決断しなきゃいけない時期は来るんじゃないかなと思いますので、このまま行くとね。まあ彼らがしっかりと結果を残すんであれば、まあ別にいいんですけどもね。結果がまあ2年で出て、2年連続でまあ、まあ1年と、まあ今年開幕してまだ1ヶ月ですけどもね、それで出ていない状況の中で、まあこの先結果を出してくれると判断するのか、まあお金を払ってるから使うってことにするのか、 もう無理だって判断して切って、まあ本当の力が必要な部分を入れてくるのか。まあ勝つんであれば、ええー、まあ力のね必要な部分を入れるしかないと思うんですけどもね。まあそこをどう判断するかっていうところがまあ、ええー、次のね、ペリーちゃんのまあ仕事になってくるかなと思いますのでね。まあどういう動きをするのか期待。まあ本当にね、自分で取ってきて失敗に終わった人を切るっていうのはまあなかなかいろんな思いがあると思うんですけどもね。それを実行できるのかどうなのか。 ま、このまま二人がそんなに活躍しないのに置いておくってなるとね、まあ、それが実行できなかった。まあ、決断を下せなかったっていうことになりますしね。まあ、どうなるのか、それを動きですね。そこを次注目したいなというふうには思います。ということでね、今日のエンゼルス情報はこれぐらいで終わります。えー、続いてね、ヤンキースですけども、2対4でまあ、勝てましたということでね。まあ、勝てましたけども、えー、今日がまあ、いわゆる、 コールしか勝たんの日ですので、まあ一応コールが、えー、6回2失点かな。ということで、まあまあ、うん。しっかりとまあ投げてくれはしたので、まあやっぱりそこでね、今日はちょっとその後、まあ逆転してリリーフがしっかりと抑えたので勝てましたけどもね。まあコール以外の日で勝てないとね、なかなかっていうところなんでね。まあ今日は、まあ逆に言うと落とせないというか、勝たなきゃいけなかった状況ではあると思うんで、コールだったんでね。 まあ、6回2失点。で、5安打で8奪三振。まあ、3フォアボールっていうことですけどもね。まあ、でも、勝ったからとりあえずいいでしょうと。で、マリナッチョとペラルタと、今日はキングが、まあ、一1.2イニングということで投げまして、まあ、セーブがついているという状況になっております。で、まあ、ボルピーがホームラン打ったりしましてね。まあ、彼はなんか、右にね、うん、擦ったみたいな感じで、まあ、ヤンキースタジアムライト狭いんですけどもね、擦ったみたいな感じで、あれで入んのかみたいな。 打球でしたけどもね、まあしっかりと3号ホームランかな、出てるので、まあよかったなっていうのと、えー、あとはですね、ウィリーのカルフーンが、えー、打ってくれましたので、まあえそこもね、えー、役だったと。で、今日からベーダーが復帰しましたので、まあ一応外野が1人センター戻ってきて、まあいいね、守備のプレーなんかもありましたし、えー、ヒットも出てますのでね、まあこっからまあ一応センターは OK だなっていうことになりますので、まああとは、えー、先発ピッチャー、そしてジャッジも、 まあ、ベンチにはいましたけどもね、早く戻ってくれることを願うと。あとは、まあ、ヒックスをどうにかしてくれという感じではありますけどもね。うん。まあ、彼もお金払ってるからどうにもならないっちゃどうにもならないんでしょうけどもね。<laughs> という問題もありつつ、まあ、今日はとりあえず、えー、コールの日でしたので、えー、とりあえず勝てたからよかったと。うん。こう負けちゃうとね、えー、まあ、エンゼルスでいう昇平しか勝てない日っていうところで勝てなかったみたいになって、 ちょっと絶望にね、去年だとそういう感じですからね、昌平しか勝てないっていうところがありましたので、まあそれの、まあ今年ヤンキース版見たこと、みたいなね、ことになって、まあコールしか勝てないみたいな状況なんですけども、まあとりあえずコールで勝ったからいいかという感じでね、うん、思っております。ということでまあ今日はちょっと、この後バーベキューやるのでね、これぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、声か Twitter、ツイッターのコメントよろしくお願いします。でおります。